さんごきげんよう。無名です。今回は世界一かわいいおじさんを作ります。この動画では自動翻訳機能を試してみてね。スクレーパーのおかげで下処理が楽になりました。便利です。少し浮いてる。温めて歪みを直します。肌は3色使って塗っています。飾れば見えなくなりますが、お腹の造形が可愛いんです。さてと、剥がしてみよう。大丈夫そう。漏れてなかった。マスキングは苦手分野です。剥がしてみるまでわからないのでドキドキしますね。最後に白のチェックを塗装します。透け感を残すようにホワイトを拭きました。地に一番濃い色をのせるとエッジが立って見えます。髪の毛は白、ピンク、紫に比重を置いたパステルカラーを作って塗り重ねました。フラットコートにパールを混ぜて拭きます。つや消しだけどキラキラ。星野の身長は 145cm。 このキットは8分の1スケールなので全長 18cm くらいでしょうか。普段はアップの動画が多いですが、手のひらに乗せているとガレージキットの小ささが伝わりやすいですね。手元にあるキットはどれもデカールが可愛くてつい使ってしまいますが、アイペイントをする動画も作ってみますね。つまりもジェルクリーナーを使うと簡単に取れます。お腹まうことがなくて良いです。用意したモフモフ、貼り付けて、それでは完成です。